長木義邦です。今回のテーマなんですけど、ちょっと重いテーマ、おとり広告と呼ばれるものについてですね。でまず、なぜおとり広告が存在するのかというところからご説明できればと思います。でおとり広告って一般的にどういうものかっていうと、不動産屋さんにですね、問い合わせをして来店してくださいと言われて、実際お店に行きました。そしたらこの物件実はさっき申し込み入っちゃったんですよと、こういうケースをおとり広告って呼ぶのかなというふうに思います。でこういうご経験された方かなりいらっしゃるかなと思います。 Amazon だとボタンを押せば買い物がまず間違いなくできるのに、不動産の場合なんでできないのかなというふうに思われている方は多々いらっしゃるかなというふうに思います。それには、基本的に2つの理由があります。まず1点ですね、仲介会社と呼ばれる立ち位置のところですね、皆さんが基本的に、やり取りする会社がおそらく仲介会社になるかと思います。で仲介会社かなりの数があります。弊社新宿でやっているんですけど、おそらく100社ぐらいあるんじゃないかなっていうふうには思います。ほとんどの会社は空中階にあります。なので歩いてて あそこに行こうと、こういった場所にあることはほとんどありません。で仲介業者、集客のほとんどはポータルサイトになります。なのでスーモとかホームズ、こういったサイトに掲載をしてお客様に来ていただくっていうのが集客のほとんどになります。で、もう一個ですね、構造的な問題があります。実はこういった構造になっておりまして、まず売り主ですとか、あとは賃貸のオーナーさんから委託を受けて、元付けと呼ばれる管理、元付けと呼ばれる不動産会社や管理会社と呼ばれる不動産会社がレインズという、これはですね公共がやっているサイトになります。ここに物件を掲載をします。これは不動産会社向けのサイトで、いわゆる市場のようなものになります。でここに掲載されたものを仲介会社が借主ですとか買い主さんの委託を受けて、この中から物件を検索します。これは北海道から沖縄まで全ての物件が基本的に乗っかっているものになります。でこれ一般公開すればいいじゃないかと、そういうお話もあるんですが、現在そういった予定はなく、不動産会社のみで流通しているサイトになります。で、仲介会社というのはここのレインズという物件の検索の中から安い物件とか、お客さんが問い合わせしてきそうな物件を見つけて、ホームズやスーモ、ポータルサイトに掲載します。でそれをご覧いただいた買い主さんや借主さんがお問い合わせをしてきます。つまり売り主やオーナーさんから 1,2,3 と段階を経て掲載をしております。直接売り主やオーナーさんですとか元付け管理会社が掲載をポータルサイトにしているのであれば、タイムリーに更新ができるはずなんですが、仲介会社がレインズから掲載しているためにタイムラグが生じるんですね。で、これは公正取引協議会のルール上、14日に1回空室の確認をするようにというふうになっております。なので14日間経って実は埋まっていた物件というのはダメということにはならないです。厳密にはですね。なので、仲介会社さんが出している情報であるがために、買い主さんや借主さんが問い合わせした物件がないっていうことが存在しちゃうというのが今の不動産業界の実情です。で中には悪徳な業者いらっしゃいます。架空物件ですね、存在もしない物件なんていうのを乗っけているところもあります。もうこれは言語道断かと思います。こういったものも中にはあるというふうに言われております。